頂上部分、角天神山城は、富山県魚津市天神山にあった、日本の城。別名、萩城。頂上付近には、人工的な平坦地があり、容易に城石と判別できる。魚津市指定史跡。富山城格カードナンバー6。周辺には、魚津歴史民族博物館、天神山温泉、新川学びの森天神山交流館などがある。 天神山の山頂部からは、弥生時が出土しているため、2世紀末の和国大乱に関係する弥生時代の山城跡と考えられている。天神山城は、松倉城の市場として、上杉市によって1554年に築城とされる。城の範囲は、現在の金太郎温泉近くまであったと推測される。安土桃山時代には、上杉謙信がここを越中攻めの拠点として、 長尾刑事課を上司として送り込んだ。1582年の呂津城の戦いの際には、上杉影勝が入城した。本能寺の変の後、静ヶ岳の戦いで勝利した秀吉は、富山の役にて、笹成政を降伏させ、成政には、越中国の内新川軍のみが安堵された。しかし実際には、成政自身は、大阪に留め置かれた上、新川軍内にある白鳥城には、 前田利長の天神山城にも、上杉影勝の上昇が、佐佐の軍勢に備えるため引き続き置かれた。佐佐の日後伊法と関ヶ原の合戦後に、前田氏が、戸波、伊水、ネに加え、新川軍をも収めるようになると、前田家から、青山助渡森、文後守親子が上代として入場したが、後に廃城となり、 現在は、片海側に面した土塁や空堀などが残されている。元松尾山と呼ばれていたものが、1493年、室町幕府十大将軍、足利義材、後に改名して、議員が、殿の乱を逃れて小川寺の寺院、高学坊に二月ほど身を隠した際に、観光像を残し、後に、松尾山に祀られたので、天神山と呼ばれるようになったと伝えられている。 鳥や土塁などが一部残されている。魚津市の文化財リスト、魚津市公式 HP ハットと山城郭カードが完成しました。富波市公式 HP ハットと山城郭カード一覧都波市公式 HP ハット、上杉家府、第日本資料、上杉市年譜など富山市郷土博物館編、秀吉江中出陣、第十二代将軍に在職中の栄1十年には、 再度解明してよしたね。人口の平坦部がよくわかる。魚津市商工観光カウェブ、ウオ城の戦いほか、ありがとうございます。